こんにちは、りょうかです。今回は足を出さない春先取り服をテーマに1週間コーデを組んでみました。今回ムルーアさんにご協力いただき、ムルーアの服をメインにコーデを組んでおりますので、そちらもチェックしてみてください。それではスタート。1コーデ目はこちら、ライダースレイヤードトレンチコートを1枚のワンピースとして着ているコーディネートですね。私は中に黒のスカートを履いてるので若干裾から見えてるんですけど、全体的に黒とベージュの2色で統一感あるコーディネートに仕上げてみました。このレザーのライダースジャケットについてるベルトをトレンチコートの上につけることによって、すごいメリハリのあるスタイルに見えて、めちゃめちゃこの着方がおすすめです。実はこのレザーのジャケット、こんな風に取ることができるので、ちょっとあったかい日とかはもうジャケットなしで、こうやって私は中に黒のハイネックのニット着てるんですけど、こんな風に着るのも可愛いですよね。これにスタバとか持って仕事行きたいですねオフィスレディーみたいな感じ、ちょっと気分を味わいたいですね。これもちろん中にロンティーとか着てカジュアルに仕上げても可愛いと思います。こちらのコートめちゃめちゃおすすめです。2コーデ目はこちらのコーディネートです。はい、私が大好きなオールブラックですね。ただ珍しくジャンスカを履いております。結構ねロングのフレアスカートなんですけど、これはね意外と肩紐が割と太めについてたりとか、ボタンがベージュでついてたりとか、割とカジュアルめの要素を含まれたスカートなので、私みたいにちょっとラブリーな雰囲気苦手な人でも全然着やすいジャンスカですね。ウエスト部分が結構キュッて締まって見えるデザインになってるので、なんかすごいスタイルがよく見えるんですよね。わかります？で結構ハイウエストで足も長く見えるし、これは結構いい女感漂うラインが作れますね。簡単に、私はショートブーツ合わせてるんですけど、全然スニーカーとかでも可愛いと思いますし、中にロンティーとか合わせて、トレンチコートとか合わせるのもおすすめです。3つ目のコーディネートはこちらのコーディネートです。珍しくベージュのトップスを着てみました。ベージュのニットに白いシャツをレイヤードしてるトップスなんですけど、ざっくり編みのニットになってて可愛いですよね。めちゃめちゃ雰囲気は女性らしい雰囲気もあるトップスなので、私はスキニーとスニーカーでカジュアルさをプラスして着てみました。どうでしょうか。中にヒートテック着てるんでちょっと見えてるんですけど、これにねもっと寒かったらコートとかトレンチコートとか着てあげるのも可愛いと思います。で付属の紐でウエストマークしてて、私は肩結びしてるんですけど、リボン結びとかしてあげるのも全然可愛いと思います。ね、これにフレアパンツとかも可愛いと思うし、ガーリーな雰囲気にしたい方はタイトスカートとか合わせるのもめちゃめちゃおすすめです。ムルーアさん、こういうなんか簡単に1枚で簡単におしゃれに見えるレイヤード系のトップス多いですよね。楽しておしゃれしたいって方はぜひこちらのトップスおすすめです。4つ目のコーデはこちらのコーデ。これはね2個目のコーデのジャンスカを着回したコーディネートになってるんですけど、中にね白のトップスを着てて、これめっちゃ可愛くて、これをご紹介します。これね後ろがちょっと編み編みになっててちょいセクシーなんですよ。あんまりね白のトップスとか着ないんですけど、これめっちゃ可愛くないですか、ね、これに1コーデ目で着てたライダースジャケットを羽織ったりするのもめちゃめちゃ可愛いと思いますし、トップスはトップスでねデニムとかと合わせるのもめちゃめちゃおすすめです。やっぱねこのスカートめっちゃスタイルよく見えますね。お色気スカートですねこちらは。はい、おすすめです。5つ目のコーディネートがこちら。じゃあワンショルダーになってるトップスで、中にシャツをレイヤードしている風のトップスなんですけど、可愛いですよねこのトップスも。
こうやってワンショルに着てるんですけど、実はこうやって上にこうやってハイネックの部分が付属でついてて、この着こなしもできるので1枚でね簡単に2つの着こなしができるっていうね、すごいおすすめです。まだこれはね、そんなにあったかくない時期とかのコーディネートにとってもおすすめで、まあ、徐々にあったかくなってきたらこのモフモフの帽子を外してちょっとずつね春っぽさを出していけるっていうね、可愛いですよね。でしかもねこれねお尻がすっぽり隠れるぐらい長さであるのと、ベルトでウエストマークされてるので何よりね足が長く見えるんですよ。だからさっきみたいにスキニーとかフレアパンツとかで合わせてもいいし、私は今回タイトスカートで合わせてるんですけど、全然スカートでもスタイルよく見せてくれるのでとてもおすすめです。大人っぽいコーデですね。こちら6つ目のコーディネートはこちら、フーディーとスキニーとスニーカーのすごいカジュアルなオフの日のコーディネートになっております。このフーディーがメインですね。これはねボンディングパーカーになってるので結構肉厚でサラッとした素材なんですよ。だからすごい着やすいし、こういうコートとかでフードだけ出してあげるとすごい今っぽいですよね。ロングコートとかトレンチコートとかにこうやって合わせてあげたり、あとなんか最初に着てたレザーのライダースジャケットとかにこれを合わせてあげるのもすごくおすすめです。でこれはちょっとショート丈なので、私はハイウエストのスキニーと合わせてるんですけど、ワイドパンツとかフレアスカートとかでも全然合わせやすいですし、ショートなので最近流行りのシャツワンピとかに合わせてあげるのもとてもおすすめです。で今っぽいねパープルとかの春カラーも出てるみたいなので、ぜひチェックしてみてください。7個目のコーディネートがこちら、半袖のワンピースに黒のニットをレイヤードしたコーディネートになっております。これはねベージュのワンピースなんですけど、あったかくなったらねこれ1枚で着るのもめっちゃ可愛いんですけど、まだ寒いのでニットを中に着ております。でベージュのワンピース自体はすごい女性らしい雰囲気なので、黒のニットにバケハにブーツでちょっとねモードめな雰囲気を足してみました。どうでしょうか、可愛いですよね。このワンピ自体もすごいハイウエストでウエストマークされてるし、何よりパフスリーブなので顔がめちゃめちゃちっちゃく見えるんですよ。で髪を結んだ方がロングヘアだったらやっぱりちっちゃく見えるので、ちょっと小顔効果を大胆にフル活用したコーディネートですね。はい、こちらもぜひチェックしてみてください。以上7つのコーディネートでしたが、いかがだったでしょうか。私はね一番最初にご紹介したこのコートがすごい一番お気に入りなんですけど、皆さんどれが好きでしたか。まあ、すごい冬服に飽きてきたけどまだ春服着るには早いよなっていう、こう難しい季節なので2月3月は、はい、春服を着つつあったかく防寒してですねファッションを楽しんでもらえたらなと思います。ぜひムルーヤさんのサイトもたくさん春服が載ってるので、ぜひチェックしてみてください。それじゃあバイバーイ。